はい、心まーです。はい、文房具を買ってきました。そろそろ2年生になりますね、次はね、まず下町春休みに入りました。新規おめでとう。まだなってないけど大丈夫、1年生からやり直す。でも、時計見て、時計ちゃんと時計見して、2年生になろうとしておるで。時計見して掛け算。はい、掛け算を覚えるチャレンジの時計をゲットしてます。で、ゲットしました。で、文房具を買ってきましたが、2年生から使う文房具紹介していってください。はい、のり2つ、鉛筆1本ずつ、赤鉛筆、で、これ消しゴムと鉛筆反対向きにしたり使えたりできる鉛筆。見して。消しゴム。そう、消しゴム付きの鉛筆、これ見つけたら心がこれいいやんって言って買ってきました。はい、下敷き、これは図工でも使うので、線とか図工でも使うのでこういう風にしました。それいいな。これは定規パンパンで、名前知っとる。それ何か知っとる。忘れた。はかり星。見して見して見して。じゃあ見して、じゃあそっち。これは、これはまず、これは何？縦定規。縦の定規。まあまあ定規な。これは、まあ2つこれ、はい。ちょっと斜めの三角の定規と三角の定規。これは？丸い定規。これ T なんていう？分度器。はい、分度器？正解。分度器って頭みたいな。え頭丸っこいやん。え、角度っていうのを測る。そう、角度を測るやつな。角度か。じゃあ、ココくんは、あの、筆箱の中身。はい、筆箱の中身。はい、鉛筆。鉛筆。鉛筆。え、鉛筆何本？5本、鉛筆1本、赤鉛筆1本、消しゴム1個。はい、はい、あります。はい、というか、新しいやつ今日買ったんですけど、出ました。プラスチックで、になってて、この、なんかもなくなってきたら後ろから鉛筆で押すこと、押してね、使えるやつです。いくで。1年生の時は、心くん鉛筆削りする時鉛筆削りこんな感じでしたけど、2年生になって、はい、できるようになりましたか。はい、よし、新しいの1本削ってみよう。ママいい、ママいい、使いたか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 。さあ、回すことができるか。遅いやな、太いじゃないとわかんな。おお、滑らかです。ちょっと怪しい。怪しいが。できた、先っぽと綺麗になった。はい、いけてる、いけてる。変えたいん、全部大丈夫、それでいい。うん、うん、はい、じゃあ心くんの筆箱はこんな感じになりました。全部変える。じゃあ、そっちに行ってから変えてくれ。次、奈々ちゃんの文房具です。奈々ちゃんは年中さんになります。次ね、年長さんが来年で、再来年小学生です。だからランドセル用意するのは来年かな。来年やな。もう自転車買ったの。そう、知っとるよ、みんな。みんな知っとる。はい、紹介してください。昨日、ママのシールを使ってたら、このシールから、これちょっと割れました。はい、はい、はい、ママのセロハンテープ、こちらね、業務用っぽいやつね、使ってたんですけど、一緒です。ナナちゃんの専用を買いました。ナナの専用ないから、くじくじ、これまだ言ってないから。なんで負けた今。はい、これがね、クレヨンなんですけど、後ろから回して出していくクレヨンなんで、手が汚れることがありません。いつも手がゆ、お絵かちしたらいつも手が汚れとるから、違う鉛筆買いました。で、ナナちゃんの筆箱はこちらです。じゃーん、さっき鉛筆買いました。はい、消しゴムと鉛筆とペンね。この新しい消しゴム買いました。はい、これ蛍光っぽいペンです。ナナちゃんこういうので色塗りしたりするのが好きやから、蛍光ペン買いました。マーちゃん、これマーちゃんと使えるやつです。そうです、プロパス、プロパスってやつ。
カビチ。で、奈々ちゃんはお絵描きするように絵を描くっていうより文字を描く方が好きで、今勉強中やから見て、見して、なんか、はい、ルーズリーフを買いました。もう一個なんかありますか。奈々ちゃんのハサミはこちらです。保育園で使ってるやつです。鉛筆は B 鉛筆、描き方 B のミッキー。はい、次ピン。ピン、よいしょ。映ってる、映ってるわ。はい、どうもです。はい、文房具イエーイ。ギューン、カラーシャーペン。すげー。はい、シャーペンのカラーバージョン。は、赤色のシャーペンやから。カラーを消すなよ。フリクションのカラーペン。おお、おお、めっちゃいいやん。まあ、消えるわけがないだろ。あ、消えてる、消えてる、消えてる。すげえ、フリクションの。違うんだよこれ。何フリクションじゃないね。じゃない、うん、すごいやん。消える、すげえ。うん、これ書いて書いて書いて。キャップの書いて、キャップの書いて。これで、綺麗すぎる。しかもこっちよりなんか切り方、すげえな、切り方が綺麗ぞ。すげえ。こちらもフリクションの、うん、次はね蛍光ペンでございます。ウェイ。だから、ね、うん、こうね、めっちゃ綺麗に切れる。うわ、すげえ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 。ほら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 、これでこうちょっとごめんよ、ズームにするわ。これね、ちょっとすげえ、ちゃんと消えてる。ウェイ、いいね。カラーシャーペンの芯も買っております。やい、 0.7 やから結構太い、うん、見えやすいね。それではこちらコンパクトで、うん、ちょっと変わったハサミ、うん、その名もホサミということで。ほんまや、ホサミって書いてある。コンパクトでちょっと変わった。ダジャレですか。こう親指とこの中指はめて、なんか美容師みたいな、ほら、こうやってな、美容師みたいじゃないな。そう、そう、そしてそして大本命、イエイイエイ、でーん。多分ね、見たらね、あのタブレットケースですか。違いますね。まあ似てますけどね。あ、顎入れ、顎入れちゃう、入らん。こんなちっちゃいケース入らん。実はでーん、イエーイ、ノートー。ノート、ノート、今ここね、おしゃれ、ここ挟んでるんですけどね。めっちゃおしゃれ、ほら、めっちゃおしゃれ。いいな、それ持ち運び便利。めっちゃいいやん。見て、しかもここにプリントとか入れれるから。めっちゃいいやんって言いながら私も買ってんけどな。買ってるんかい。いや、いいね、勉強しなさい、勉強しなさい。はい、勉強しなさい。紹介してるんだよ。なんでそのノートが白紙やねん。さっき買ったばっかりやから。次私していい。はい、はい、次ママの紹介しまーす。ママはね、こうここに置いていく。おいここ、おい、ここに置いていくからね。万年筆書くから、これ紙もらっていく。おい、ママは仕事で使うことが多いのと、ノートはいつも持ち歩いてるネタ帳ね。で、業務用で使ってる、業務用として使ってる。え、業務用すか。ちゃうわ、業務用として使ってるセロハンテープとアロンアルファ、これは何かと便利で、私マグネット貼ってね、これカレンダーとかを冷蔵庫の横に貼って、ココロマンチャンネルの行動とかこれからの予定とか全部共有してるんですよ、家族に。やからマグネット買って、はい、業務用のセロハンテープ買って、新学期ということで、ななちゃんとコロくんの、あの新しい体操服とか、まあ赤白とかネームペン、俺マーキーケアネームペン、これ定番ですね。私一応あの自営業で仕事をしてるから、いろいろ書類とか溜まってくるんで、こういうファイルをね2個調達しました。イエイ。そしてそして、メインはこちらですよ。私が常に持ち歩いているネタ帳ノート。ボールペンが 1,2,3,4 本刺さっております。まずはこっちのボールペンが、こちらのボールペン、なんとちっちゃい、ミニミニです。見て見て、ちっちゃい。あの、ななちゃんとまーちゃんとかね、一緒にお絵かきしたらそんなにするんやで、かきすぎてね。このサイズの方は伸びるっていう、見た、今のこれ今閉まってる状態ね、伸びるっていうね。開けると今まで使ってた、ほら、ネタ帳がね入ってます。ネタ帳、お絵かき帳かな。まーちゃんがなんか落書きしてたよこの前。ほら、あった、まーちゃんが描いたオーシャンの似顔絵、ななたんが、あ、ななたんがママのサイン描いてっていうか描いたやつ。これ、あの、思いついた限りネタとかを描いていってます。いっぱい買ったからって言って文房具屋さんがくれたくまモンの万年筆。万年筆初めて持ちました。万年筆っていうものを初めて持ったよ、びっくり。はい、もっと使いにくい。待って、
万年筆ってこんなに使いにくいもの？ボールペンと一緒な感じで書くと書きにくい。だから、うわすごい。あのハリーポッターの羽ペンみたい。はい、これを挟んで。はい、というわけでみんなのね新学期準備いかがだったでしょうか。これから小学校に行く方ね、新しい2年生になる方、そして中高生ね、新1年生になる方、皆さん4月から張り切って頑張っていきましょう。というわけで心まんけの文房具紹介、参考になったと思う方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。